どうも、しょうべです。またエイリアンアイソレーションを続きやっていきたいと思います。はい、なるほど、リアクターをねオーバーロードさせれば下の方がぶっ壊れてネストが壊れるということで、これが起こるのよ。さっぱりわからん。なんかあんたの言ってることはさっぱりわからんって言って俺もさっぱりわからなかった。なんか両サイドの何かを、サーキットって回路をね何かすると負荷がかかって荷重のおかげで下の方のリアクターのあれがぶっ飛んで、それでネストがもろとも持っていかれるだろうっていうことだけど、うわー待って、復活してんだけど、ちょっと待って、これセーブはされてるんだよね。何人いるのかが問題なんだよね。あそこに2人いるのはわかるけど、ボルトガン8発あるからこれにしよっか。これで1発ずつ撃って、なんか作業しなきゃいけないみたいだから。 Why not ask me about Sebastopol safety protocol。 多分気づかれたな、あの人。お、来た。いやー、これ狙えるかな。 OKOK、 いいよ。一人ずつ攻めてきてくれれば非常にやりやすいんですけど。はい、行きまーす。発射。オッケー。早速リロード。エイリアンも怖いけど、スケキオがね、やっぱ半端なく。はい、行きまーす。あー、ちょっと頭がずれる。あはは、ずれちゃった頭。難しいな、やっぱり狙うのが。はい、もう一発。行きまーす。ここら辺か、ここら辺だな。ほら、オッケー。あ、2人も来ちゃった。やばい。これ貫通したりすんのかな。並べ、お前ら並ぶんだ。やばい。ほら、よし。落ち着いて。さあ、狙うぞ。それー、よいしょ。はい、オッケー。さあ、4体倒したけど、センサーも全部マックスか。なんか作ってきます？ちょっと作らせてください。すいません、時間とか関係ないみたいなんでね、のんびりやってもいいと思うんで。よいしょ。じゃあちょっと、せっかくなんかレアなアイテムがいっぱい手に入りそうなので、バンバン作っていっちゃいましょう。ノイズメーカーも作れない。ん？メディキット作れるな。オッケー。メディキットもまだいける。パイプボムは？はいよ。これで最後かな。はい、オッケー。じゃあやってきまーす。ボルトガンのリロードは済んでます。フレームスローはフュエル、ショットガンシェル、やっぱりこいつら結構いいもん持ってますね。なんかいろいろ手に入ってますけど、一体何をしなきゃいけないの。オーバーロード、ベータコアとアルファコアをやらなきゃいけないのね。じゃあまずベータからいってみようか。もういないと思うんだけど、まだいるの？まだいそうな感じはプンプンするね。こういうところになんかいっぱい置いてあるんだよね。よし、じゃあ、ここには何もない。あそこにもいないみたいだね。じゃあやります。で、これで、あ、これでいいのね。いいね、楽ちんで。それでいい。よいしょ。で、これ拾って、敵の姿は見当たりません。
あ、なるほど、こっちもやんないといけないのね。これでまず、ちょっと待って、敵の姿がないか確認しよう。まずやってる最中にいじめられるのが一番痛いところ。じゃあこれで、またミニゲームか。これなんだ、85と85と28に合わせて、これで OK？ はい、OK です。で、次はどうすんの。いや、めんどくさそう、これ倒しといてよかったね、こんなやる時間ないもんね。さあ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 、じゃあこれで出た、謎のミニゲーム連発やんけ。ちょっと待て待て待て、よいしょ、これでいいの。最後の1個は、最後の1個がないよ。あった、よいしょ、はい、オッケー、いいね、シンプルゲームで次はオーバーロードアルファコア、同じ手順だと思っていいのかな。これはまた新たにね、出てくるって厄介ですよね。でもね、よし、でここでこれを引っ張る。さあ、まだいるのかな。もういないと思うんだけど、なんか新たに出てくると困っちゃうんだよね。いないと決めつけるのは良くないと思うんだ。じゃあこれでまたミニゲームか、めんどくさい。あ、間違えた、こうこうこう、はい、 OK、 終わった。でそこを最後にいじる。あれ、なんか違うみたいだ、今度は今度は向こうみたいですね。アルコール、でもこれオーバーロードさせちゃうと今度は船がやばいんじゃないの、船体がね。わ、ミニゲームだらけ、いいね、なんかミニゲームで遊びましょうっていう状態、このよくわからんミニゲームのオンパレード。 OK、 でこれでリディレクト、ん、リディレクトパワートゥーダセントラルコア、フーンとか言ってる。ちょっと待って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 、どっから来た、どっから来た。まず敵の位置を確認しよう。うわ、めっさいるんだけど、またこんな遠くで撃たない方がよかったかな。当たれ、よし、ちょっとね、わかんない、まだ右の方からも来てる可能性もあると思うんで、大丈夫なの、もうガタガタしててさっぱりわからないんですね。さあ落ち着いて一発ずつ撃っていきましょう。この画面がグラグラ揺れるのも、当たれ、よし、あと5発あるからなんとかなるだろう。向こう側からは来てない、はい、充電中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 、当たれ、よし、向こう側から来てないよね。 OKOKOK、本当に来てない？本当に来てない。うわーい、なんかもう画面がグラグラして、当たれ、オッケー、ふぅ、はい、オッケー。まだいる？まだいるのかな？もういない、よし、もういないことを願うばかりなんだけど、でそこ触ればいいんだよね。オッケーオッケー、こんなところとはおさらばない、絶対体に良くないと思うんだ俺ここにいるだけではい、オッケー、終わり。ちょっとせっかくだから拾っていきたいね、アイテム。ちょっと動きがすごい遅い、大丈夫なのこれ。さっさと逃げないと、もうやばいんではないの。よいしょ、まずい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 、なんか大変なことになってる、逃げろー、ちょっとなんか動きが遅い、やばい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 、よいしょ、
なんかセンターのドアを開けていたって言ってさっき誰かが言ってたんで、オーケーオーケーオーケー、センキュー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 、イニシエイトのパージフロムのリアクターコントロール、あれあれ、あ、ここから行けってことね、了解しました。びっくりした今、なんかやり残してることがあるのかなと思ったんだけど、多分上か、上だね、よし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 。船体が大丈夫なのかな、オーバーロードさせたらね。勝手に止まる機械がなんかその安全装置が働くから大丈夫だってことだと思うんですけど、その大爆発を起こすまでは至らないみたいなね。OK。じゃあ、ここで何かするの？イニシャライズ、またゲームかよ。これ何、これ何すんのこれ。イニシエイトパージウィズ、これ数字を合わせろってこと？何何のゲームだったのかわからんこれをどうすればいいの、これでいいのね。 OK、 しっかり捕まっててって言ってますね、巣をぶっ飛ばすからって。まあそれはそれでよかった。あ、これ押せばいいのね。はい、ポン、おお、おお、すごい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 、エヴァケイトって書いてあるね、上に。逃げてくださいって。あ、エイリアンが、エイリアンが上に登ってる。おお、びっくりしたびっくりした、これやばい、またエイリアンの恐怖が再来するってことでしょこれ。で、どこ行けばいいのこれ。あー、マルティプルオーガニズムだって。ドアロックよ。ごめんね、リカルド、まだね、いくつかステーションにいるみたい。マーシャル あの本部に戻ってきてくれって。いや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 、とりあえずセーブさせてくれよ。またエイリアンとの格闘が始まるのかオッケー、今度はマルチプルエイリアンと戦わないといけないところでしょ。いや、いろんなところに点が出てるよ。これ開けたらいるのかな、また。恐ろしいや。なんかおかしいこと起こってる。メディカルに来てくれって。ああ、セバストプールのねシステムをリセットしてるんだって、あのリアクターのせいで。でコミュニケーションも今一時的に復活してるから、時間がないから早く来てくれって言ってますね。外部との更新ができるようになったみたいです。今一時的になんかリアクターがね、この人が設置したっていうかね、爆破したっていうか、なんかパージさせたやつが一時的にメインシステムがリセットされて使えるようになったって言ってたんでね。ここ初めて来たところだけど、どうなんだろう、してった方がいいのかな。ちょっとあさらしてください。ちょっとエイリアンさんも多分そのうちやってくるんじゃないかと思うんで、あんまり長いはしたくないですけど。メディカルファシリティっていうと多分サンクリストバル病院のことかな。ここに、うん、あった、ネームタグ、はい。ここは特にないみたいだから、セーブしたいな。セーブありそう、ここにある、よし。 OK、 ミニゲーム満載だったね今回は。なんかよくわからないさあ、お掃除ロボットがいて、これを呼べばいいのかな。Get to the engineering transit station だから、これでいいみたいだね。はい。
でこの待たせる時間がまたねありますもんね。 OK。 アイテムあんのかな、違いないよね多分ね。じゃあとりあえず一回ここで切りましょうか。そうします。多分何も出てこないでしょこの感じは。 OK、 じゃあ切りまーす。さあ、乗り継ぎをしましたけれども、ちょっと一部分カットします。ちょっと時間がね長くなっちゃうので、ただ乗り継ぎしただけど。リカルド、メディカルに着いた。あら遅かったなと思う。アポロはね、不回復しちゃったって、リアクターなの爆発から。なんでここに送ったのじゃ。プラン B があるんだ。ノク…ん?あー、アネシドラがね。あーなるほど。こう、なんかね、通信が一時的にオープンな時にマーローが連絡通路を使って送ったらしいんですよ。その…なんだっけ、アネシドラだっけっていう、彼が乗ってきた船を使えるようにしたみたいなんで、それから逃げ出せるんじゃないかみたいなことを話してましたけど、なんかそのガスジャイアントの軌道上に放置してあるから、なんかね、コミュニケーションツールを使って呼ばなきゃいけないんだっていうことは前言ってましたから、じゃあメディカルのなんか緊急脱出装置的なやつを使うのかな。ちょっと最後の方聞いてなかった。これでもエリアに察知されないのか、この完全で防音でいかないといけないのかが私にはちょっとよくわからなくてですね。ここら辺も開けられるようになったんじゃないの。あ、違うのか。ここ初期に来たとこですもんね。で、あのイオントーチを使わないといけないとこもいくつかあったんで、多分行けるようになってるはずなんですが、この先、はいよ、イオントーチね。そうだよね、ここも行けなかったんですもんね、最初に来た時迂回して。中に人はいたんですけどね、確か。よいしょ。さあ、ここは新しいエリアかな。新しいマップを開けていく感じじゃなくて、古いマップの行けなかったところに行くっていうところもちょっと面白いところですね。エイリアンの恐怖が再来したので、ちょっとまた静かに行きますね。特にアイテムらしきアイテムはない。見てった方がいいのかな。空洞がありますけど、またコロニアルピックス、特にないのかな。何も、ここは来たことないはずなんで、すが、ここは開けられるのかな。スクラップ、あんまりうろうろしたくないんですよね。でも、ね、でも無駄にあれを使う場面になると思うんで。ここは開いてないんだ、ドアロックという。ん、あ、ここをイオントーチで使うの。なるほどね。はい、 OK です。こんなやつ持ってましたもんね、それは映画の中でもね。なんか、焼き切って少女を助けようとして2頑張ってましたもんね。ここで誰かが寝泊まりしていたようだぞ。これは何これ、ノストロモ号のやつじゃん。ブラックボックスデータエクストラクションだって。アクセスヒューズ、ランサムだった。ああ、なんか解読してるって、そのブラックボックスをね。心配してるの分かってるけど、なんか昔、遠い昔の話だ。なんだなんだなんだ。セダスってのはなんだろう。あー、なるほど。リプリーがね、頼んでるって、ログのね、その、ブラックボックスのログのレポートを、何が起こったのかね、お母さんの船にね。
だからあのクロージャーを求めてるって言ってましたもんね、そのけじめをつけたいっていうね、船について詳しく。だから知られるのはまずいから、この人会うとなんていうのかな、ほっとこの人に触られない、この人に知られないようにしようかっていう感じだったんでしょうね、多分ね。ルーターズウィルペイ、ノーホスピタル、ノーオーソリティ、ノーホープ。これはボードの人が書いたんじゃないかな。じゃあ行きたいと思います。よいしょ。エイリアンのピコピコも気になりますね、やっぱね。またじゃあまた読み込みかな。 OK、 じゃあここでカット。さて戻ってまいりました。ここは一番最初に爆破したところ。あー、ターミナルから誰かが出ていくのを見たぞみたいな感じだから、多分そのなんだっけ、アネシドラの船長がどっか行っちゃったんでしょうね。これエイリアン出てきたとこやんって、どこ、どっち、結構遠いのね。水があるってことは消火活動されたってことか。真っ暗で何もわからん。ランドリーだって、洗濯場所があるみたいだよ。ドアロックトゥ、あれここじゃないみたい。何の音、これ上から出たんだよね。何燃えてる。懐かしの場所、ここでエイリアンと人と追っかけ回されましたね、よくね。もういないよね、何も。エンプティだって。多分こっちじゃない？こっちだよね。セーブポイントが遠いところにあるけど、パワープラントの横のセーブポイント使うか。え、ドアロックって？どうすりゃいいんだこれ。じゃあぐるーっと回んなきゃいけないのね。はい、了解しました。オッケー、ちょっとリロードしていきましょうか。はい、アップデートマップ、何か変わったことがあるのだろうかって感じだけど、まあ行けなかったところも行けるかもしれないので、ちょっと見ていこうかな。ここも見てないね。ここは何、ここ、ここもユーズだって。来てないよね、こんな場所。覚えてないな。ここに何があるの？ MRI みたいのですね。 Keep close all the time。 特に何もないみたいだぞ。時間の無駄だったようだ。これぐらいだね、アイテム箱があるのと。じゃあ行きますか、仕方あるまい。おう、ちょっと待ってね。ここ出て、エイリアンが歩いてる音はしないので、多分上の方を歩いてるんだと思うんですけど、ここは大丈夫。あ、ちょっと待って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 、スタンバートにする。いや、ボルトガンで一発で片付ける。エイリアン来ちゃう気がする。やばい、めっちゃ難しい。よいしょ。でエイリアンが来るからフレームスロー。まだこれが難しいんですよ。またやっちゃった。ちょっと、はい、あー来た、やっぱり。ちょっと、おい、燃えろ、燃えろ。よし、だから戦いたくなかったのに。ちょっとセーブしてく、ここまで来たんだったら。まあいいや、
多分大丈夫だろと言ってると死んで戻されるというね、またそういう展開なんじゃないの。多分もう激しく出てくるよ多分。で、あのロボットがいるとまた騒ぎになるので、歩いてるよ。火炎放射器が切れるまではなんとかなるので、ここの横向こう側にあったんだよね、それはね。ここからピチャピチャ行ってたところですね。複数体出てくるかと思ったら、やっぱ1匹だけは守られる感じか。こういう場所でもカオスみたいに攻め立ててくるのかなと思ったんだけど、そうではないみたいだね。歩いてるな。ちゃんと入ってくるんだね。ちゃんと入ってくるってのがいいね。もういやーね、もうちょっともうこれ以上使いたくないので先に急ぎましょう。大丈夫ね。ここは新しいエリアだな。ここは空いてなかったような気がするぞ。Find ambulance craft in the San Cristobal Medical Emergency。 やっぱりなんか救急車的ななんか乗り物があるんですね。システムリセットするん？スルーアウト、セバストプルアフターダリカん？リアクターベント。はあ。マーロー has managed to call in his ship と。やっぱアムネシドラをね、マーローが呼ぼうとしてるんだって言ってますけど。フラッシュバーンレベル3。効果あんのか今更もらっても。なんか出てくるんじゃないのこれ。大丈夫？あちょっと待ってよ。それは卑怯だよ。それは卑怯だよ。セーブしといてよかったね。すいません、僕からしてください。全然気づかなかった、ピチャピチャ言ってんの。恐怖だね。じゃあ気を取り直してやっていきましょう。甘く見てましたね。甘くね。ちょっと油断してました。で、また入ってくるんでしょ、どうせ。入ってこないのかな。ちゃんと期待に応えてくれるとね、エイリアンなんでね、いつもいつも。止まってるっぽいね。キョロキョロしてるのかな。横歩いてますね。入ってった。よし。いや、びっくりしたな。ちょっとそれはないんじゃないの？今来たか。あー、どこ行っちゃった。見つかってなかったのかな。びっくりした。でもなんであんなとこにトラップを仕掛けておくのか。アンビランスベイってことはどっかに、ちょっと待って、ここに入ってきそうだな。なんかユーズ、あ、アクセス中な。ちょっと待って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 卑怯だよ、ちょっと。殺しに来てますね、完全に。完全に殺しに来てるよ。ちょっとアイテム見てるときにそんな殺生な。今安全だったやないけ。こんなとこで叩き続けに殺されても、いやーね、もう本当に腹立たしいわ。ちょっと燃やしてやる、燃らしてやりましょう。ちょっとほらほら、もう一回、ほらもう一回、よし、もういい、景気よく使ってやったわ。よし、で、そこから出てくるんだろ。またこれ拾って、アクセスチューナーを見てる時に出てくるってどんだけ悪質なんだよ。頼むぞ、次は。ちょっと待って、マジで、もうそんなんいいから、もうほっといていいよ。すごいタイミングだよね。いるでしょ。あ、行った行った行った、向こう。
ちょっと隠れとく？あー、行っちゃったよ、もう。また景気よく使わせるんでしょ、どうせ、もう。なかなか、入っていかなくなりましたもんね。おい、早く。お前、お前、お前、頼むやろ、もう結構。びっくりしたわ。いや、殺しに来てますよ、これ完全に。ちょっと待って、どこをハッキングしろっていうの？そこね。いや、これ、ハッキングしてる最中にボッカボッカって言われても困るんだけど。ちょっと隠れてる？ノイズメーカー使うか。どっちから来る？あ、見つかった。もうやめてよ、もうバンバン出てくるの。早く。はい、サービスだよ、君には。分かった、じゃあノイズメーカーを使おう。おとなしくノイズメーカーを、ちょっと早く早く開いてよ、そういう時は。そっちに投げといて、この最中は安全ともう言うことにしとこう。ここか。なんか後ろでピチャピチャ言ってんだけど、ちょっとどれどれどれ、地味に難しくなってる。これとこれね。うわうわ、なんだよ、もうちょっと間に合わないって。ピチャピチャ言っとります。これとこれとこれとこれね。はいよ、あぶねえ。ちょっとやだ、後ろに下がりたくない。ちょっとまずい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 。なになに、コーディネンスがねあるからアンビュランス呼べって言ってるんだけど、早くしろよ。そんなゆっくり乗ってる暇はねえぞお前。エリア後ろにいるからね。大丈夫？出てったのね。大丈夫なのね。後ろにお尻についてたりしない？いやー、焦ったー。ああ。救急車に乗ってどこへ行くの、この宇宙の中。他の船を助けに行くようなのかな。ディープスペースって言ってるんで、もうやっぱ絶対地球のそばではないですね、完全に。さあ、ここで一回カットしたいと思います。っていうか、もう今回はこの辺りで失礼いたします。また次の動画でお会いしましょう。ではでは。